フレンド括弧仮君と過ごす夏休み、婚活偏差値39の男がお送りするガールフレンド括弧仮。はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。じゃあ今日も元気に投稿していきましょう。セーブデータがちょっとこっちの方になったんで、こっちをロードしてと。でとりあえず、まあ、8月に入ってきたので、まあ、少し方向性を固めていきましょう。基本的にはちょっと3股でいきます。桜井さんと村上先輩と椎名さん、この3股をメインにして、で、まあ、ちょっと時間ができた時にどうしようかな、望月先輩、桃子ちゃんあたりかな。で、結城さん、クロエで、基本放置のミスモノクローム、まあこんな感じの優先順位で、で別に付き合ってるとかいうわけじゃないん で、複数の女の子と遊びに行っても全然いいわけなんですよ。っていうかそれ普通ですから。やっぱり婚活パーティーとか参加してると、まあ、いろんな人と知り合うんで、まあね、いろんな人とご飯食べに行ったりして、で最終的に決まるとという感じで進んでいくんで、結構ねやっぱね切って切られての関係ですね。切られるとね結構へこみますね。やっぱりなんか2回目とかまでご飯食べに行って、まあやっぱないなこの人みたいな思われるんでしょうね。そのままフェードアウトされたりっていうのもあったりするんで、まあただね俺はこの中ではかなり好感度、基本的に全員から好感度高いんで、その普通の会話にしても大丈夫だと思うんだけど、まあじゃあ今日はとりあえず桜井さんに会いに行きましょう。これはどうなのかな、前回ちょっとイベントが進んだ感じはしたけど。おはよう、今日は特に予定がないから。そうなんだな、特に何にもないときはこの会話になるんだな。これだけ暑いと、まあただそう考えると前回話が少し進んだっていうことになるんで、やっぱりこれ会いに行くだけでも評価は上がってくみたいですね。気が合うね、暑いって言いながら歩くのも楽しいよね。まあでも確かにね、毎回毎回会うだけでもその人の評価っていうのは、まあ余計なこと言わない限りは上がってくはずなんで。だからね結構大変なのが、そのじゃあ知り合いましたってなってから次に会う時までにね時間がちょっと空いちゃう人ですね。もう正直あの2週間とか先になるともう顔もね覚えてないんですよ。あれどんな顔してたっけなみたいな。で多分まあ向こうもそうです。じゃあちょっと村上先輩のところに行きますか。村上先輩はこの前の図書室会話がじゃあ何気ない会話なのかな、なんかそれっぽいな。こんにちは。そうですね、今日も暑いですね。うん、そうだね。天気予報によると今日は猛暑日らしいので、今日は猛暑って、こういう日は村上先輩に会いに行くときはじゃあ毎日猛暑になるのか。ですから今日は図書館に行こうと思っているんです。図書館の椅子に座って本を読んでいるとき、窓から心地よい風が吹いてきたりすると幸せです。そして沈黙みたいな。あなたは本が好きですか。そう、結局ね大体ねその休日の過ごし方とかこのね趣味の話になってくるんですよ。で、まあ、一応プロフィールカードには趣味を書く欄があるんですけど、まあ、ぶっちゃけあの実況動画ですよ。実況動画作って過ごすことが多いんですけど、もう一つあってね、ディズニー行ったりしてるんですよ。まあ、ディズニーでもちょっと動画を作るっていうのが目的だったりするんですけど、一応婚活パーティーのプロフィールカードではあのディズニーって書いてます。でこの実況動画のことは伏せてます。なんでまあディズニーの話題になったりするのはいいんですけど、他に何してる、ディズニー行かないときは何してるんですかってなったときにやっぱ返答に困るんですよ。いやゲーム実況作ってますよって言えないじゃないですか。でまあ実際にまあ分かる人だったらいいんですけど、実況動画って何してんのみたいな絶対反応になると思うんですよね。だからね、なかなかこの趣味に関しては言い出せないっていうのが一つ難点ですね。じゃあ今日はイベントを一つ消化しますか。望月先輩かな、そうすると。今日は楽しみね、ふみよちゃん。あれ村上先輩も一緒。そうですね、
私も初めて行くので。いいねいいね、村上先輩相変わらずいいラインの服を着てますよ。少しドキドキしています。ドキドキしてるふみおちゃんも可愛いわ。あら、こんなところで会うなんて偶然ね偶然を装ったストーカー行為。これからどこに行くのかって、私とふみおちゃんはね、二人でスカイタワーに行くのスカイタワーね、ご存知ですか？今年できたばかりの。なるほどなるほど、タワーです。うん、スカイタワーは知らないけど、似たようなところなら知ってるよ。私はこの前ちょっと、あ、俺もね、そのスカイタワーじゃないけど、スカイタワーに似たところなら行ったことあります。だったわ。しかも夜景が最高なの。ロマンチックだね。で、まあ結構自分の動画見てくれてる人は、あのパープロやったりするときとかも、その出身は千葉っていうのを出してたりするんですけど、だいたいね、そう、夜景見るときのデートスポットは、まあそのスカイタワーみたいなところができる前だったら、横浜のね、ランドマークタワーに行ってたりしましたね。でただランドマーク行くときはその地方的なものもあるんで、俺もちょっと千葉から出ないといけないっていう、だからまあ場所的なね、あの問題もあるんですけど、これにはちゃんと理由、まあランドマークタワーが横浜で、千葉だとあのやっぱね、車とかで動いたりするんで、海ほたるも行ったりしますね。でまあそのドライブ行くってなると、いきなりドライブ行こうっていうのはやっぱり NG だと思うんですよ。その知り合ったばっかりの人で二人っきりで助手席に乗っけてドライブ行くっていうのは、だからまあこれはある程度仲良くなってからっていう話なんですけど、てか話も全く聞いてない。まるで夢みたい。何の話してたんだ。お願いだから夢なら覚めないで。望月さん、説明してくれ。お前らの話を全く聞いてなかった。彼がついてこれなくて、ただただびっくりした顔をしていますよ。そう？マジでどういうことだ。どういうことか説明してほしい？わかった。実はね、前からもっともっと撮影のスキルを上げたいなって思ってて、ああ、撮影をしたいって話ね。そのためにはどうしたらいいんだろうって、この前ふみおちゃんに相談したのよね。あ、そうか、この二人は同級生か。私も3年生同士ですね。最も技術が向上するのは何かに挑戦している時かなって。なるほどね、まあ目標があった方がそれはいいですからね。そんなことが書いてあったのを思い出したので、それを聞いて写真コンテストに出そうって決めたのよ。ちょうど夏休みだし、時間はいっぱいあるからね。なるほどなるほど。そしたら私にぴったりのコンテストがあってね、確かチラシが、お、望月先輩スカート短くねえか。今ちらっとこの会話のところが途切れたけど、これ消せないのかな、会話枠みたいなの。これはオートだしな。バツするとなんかスキップしちゃいそうだしな。まあいっか。これに私とふみおちゃんの写真で応募しようと思って。カップルっていいの、別に同性でも。その顔は何？なんか参加ルールみたいなの書いてないの？なんか男女じゃないとダメですみたいな。カップル限定という企画なのに、私との写真で大丈夫なのかなって。なに？そんなこと？もう、ふみおちゃんも君も頭が固いわね。ラブラブだったら問題ないわよ。いや別にそういうルールだったらいいよ。ちゃんとさ、ルールには乗っ取った方がいいと思うんですけど。そうでしょうか。うんうん、絶対そうだってば。だって私とふみおちゃんは、え、この二人ってそんな仲いいの？ずっとずっと。そんな風には見えないけどな。こんなに仲が良かったら、それは撮った写真にもちゃんと出ると思うのよね。どう？君も、それはさ、私たちを望月先輩がそう思ってるだけで、村上先輩はそう思ってないんじゃないの？先輩は嫌がってますよ。それはちょっとひどいな。そんなに仲がいい印象はないんだけどな。そんなことないわよ。
私は仲良しだってば、仲良しだってばよって言ってほしいんだけど、ナルトみたいに。私も望月さんのことはとても大切なお友達だと思っていますよ。私とふみよちゃんなら問題ないわよ。あとはでもさ、この2人で映るっていうのが条件なんじゃないの？カメラマンがいないとまずくないか？だって一般の人に撮ってもらうと写真コンテストに出すような写真にはならないと思うんだよね。写真が撮れれば絶対コンテストで優勝できるはずだものね。あら、どうかしましたか？お、来た。条件読んだのか？条件？私ちゃんとチラシは読んだはずだけど。じゃあ音読してみろ。見せてもらってもいいですか？ほら、スカート短い。望月さん、ちっちゃな字で書いてあります。男女のカップル。ほらね。じゃあふみおちゃんとの写真はダメなの？そうなりますね。あんな、ショックだわ。ふみおちゃんと私ならすっごくいい写真になったと思うのに。まあ一部のところでは喜ばれそうな気はするけど、男女限定なんて頭が固いよね。そういうもんでもないだろう。村上先輩男の子だと言ってほしい。それは物理的に無理だろ。お前アホか。ちゃんとチラシを読んでないからだよ。読んだってば。でもちっちゃい字だったから見過ごしてたの。それは読んでない。それを読んだとは言わないぞ。こんな大事なことなんだから、もっと大きな字で書いてくれないとよね。まあチラシに文句言っても仕方ない。なかなか切り替えはいいな。じゃあこのコンテストはダメね。いや、ダメじゃないよ。方法があるだろう。もっと方法を考えるんだろう。そうそうそう、諦めちゃダメだ。諦めたらそこで試合終了だよ。ま、でも他のコンテストがいっぱいあるんだ。いっぱいあるから、何か別のものを探してみるわ。今年の夏休みに最高の一枚を撮る。いや、いるじゃないかよ、目の前にさ、一緒に撮る人が。その息ですよ、望月さん。今日は残念なことになってしまいましたけど。残念。村上先輩、行かない気満々だな。だってコンテストは諦めるんですよね。それなら今日のお出かけは無駄足になってしまったのでは。いや、コンテストはダメでもさ、今日のお出かけがダメなわけじゃないじゃん。普通は諦めたけど、でもふみおちゃんとのデートは別問題よ。そうだね、これはちょっと望月先輩に同意ですね。デートでしっかり楽しまなくっちゃね。そうそうそう。あの人が見ているのに腕を組むのはちょっと。これくらいいいじゃない。ほら、人なんて誰もいねえだろ、この住宅街に。そうして俺は置いていかれるのだった。ポツーンと。さて、じゃあ朝比奈さんか。桜井さん、ちょっともう一回行ってみるか。ほい。あ？あ？なになにこれ？なになに？なんか今俺の声っぽいのが出たんだけど。てか意味がわからん。驚いちゃった。いや、俺が驚いたよ。なんだよ今の。大成功？何が大成功なの？ドッキリなの？確かにドキッとしちゃったかも。え、なんで？あ、声をかけたってことは何か。いや、まあ用事は用事だけど。私に聞きたいことがあるの？この聞きたいことがある系ね。なになに？まあ普通に音楽について、委員会について、裁縫について、まあ委員会についてしか聞くことなくね。国内放送をしてるとついテンションが上がっちゃうことがあって、いつもよりたくさん。でもこれあれだな、また桜井さんとの会話が進展したな。私らしい。よしよしよし、ちょっとよくわかんないイベントが発生したけど、これ多分他の人でも発生するな。嬉しいな。ちょっと次に備えて調べとかないとな。突然出てきたからな。大好きだから。これからもみんなに楽しんでもらえる放送ができるように頑張るね。
君も聞いてくれると嬉しいな。個人的に聞いてあげるって言ってんじゃん。夏休みに話せてよかった。いいんじゃんいいんじゃん、話せてよかったって言ってくれてるよ。これ社交辞令っぽいな。でも夏休みに話せてよかったってことは、これもう次会わないっていう可能性を考慮してますよね。あとはじゃあ椎名さんのところに行きますか。これまた同じのが起こったら対処できねえぞ。いや対処できないよ。これ起こったら対処できねえ。なんだよ、俺の声が普通に入ってるんだけど。私のことですよね。今のを聞いてさ、なんでそう思うの。そう呼ばれるのが珍しかったって。おかしくないかこれ。大丈夫か PS ビータの性能。なんか音声を認識すればそれで OK みたいな感じになってるけど。あ、これはあれだな、質問権になるんだね。テレビ番組、趣味について、植物について。いやこれ趣味しか聞くことなくね。テレビ番組はどうでもいいでしょ。植物も俺どうでもいいし。そうすると椎名さんの趣味について聞き出して、そこからいろいろ話を振るっていう。そうですね、アロマキャンドルね、全然わからんわ俺。自宅に様々な種類のものを持っていて。なるほど、これを聞いておいて、なんかねちょっとした時にアロマキャンドルをプレゼントする。その別にイベントとかじゃなくていいんですよ。どのような効果があるか。いいねいいね、こうやって話に食いついていくのもいいっすね。ほのかな明かりと香りには心を癒す効果があるんですよ。なるほど。寝る前に灯してから眠ると、翌日はいつもより気持ちよく目覚められたりします。こういう会話をね覚えておくのは重要っす。もしお疲れの時は言ってくださいね。おすすめのアロマキャンドルをお教えしますので。なるほどなるほど、これアロマキャンドルの話題で膨らみそうだな。あと予定が入っていました。私はこれで失礼します。貴重な情報を得た。まだまだ暑いので体調には気をつけてくださいね。オッケー。今回は結構イベントが進みましたね。ちょっとよくわからないのも発生しましたけど、というところで、じゃあ次回は8月5日からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。